節分お腹すいたから来たんだろう。ねえ、帰るの。次あれじゃん、節分。喋って。節分どうしようか。恵方巻き作ろうかな。海鮮全然食べないから肉で作ろうかな。また。まだ何にも喋ってなくない？何それ。これ小学校ぐらいの時の歌だね。ねえ、それ誰？これ誰だっけ？教えて。今日朝なんか食べた？喋れなくなったのかな。話した方早くない？流さない。ここ流さないの。もう6分経ってるけどまだ何にも声聞こえないんだけど。ふざけてるでしょ。壊れたの。白目向いてるよ。本当上げんな。ボリューム上げたろ。上げたろって誰だ。ボリューム上げたろって誰だ。うわ。え、何？めっちゃ俺の方に侵入してきてた。足伸ばして。いや、しょうがないじゃん。こうやってやったら当たったじゃん。置いただけで。いや、ここせんだろ。お腹空いた。お腹空いたから来たんだろ。いや、そうだけど誘ってくれたんじゃん、行こうって。こんな、うん、外のなんかこんなおしゃれなテーブルだけど、うん、定食屋だからね、うん、しかも公園の。そう、こっちだけは雰囲気が違うから、うん、なんかなんていうの、ヨーロッパ、ヨーロピアン。もう一回日本だろ。クソすんの。ヨーロピアン。え、結構松木今日みんな来てないじゃん。みんな待ってるよ。今日おじいちゃん率が高い。しかもピンのおじいちゃん。これからボウリングするの。失礼だ。人をピン扱いする。俺だったらストライク狙えるな。ボウリングあんま得意じゃないよね。得意じゃないよ。超下手だよ。100いかないよね。うん。85ぐらい。多分。私が多分1位になるな、みんなでやったら。わかんない、あれ、うん、ねねとケーキガーターなしにする。ああ、そうすれば結構いい選挙になるかもね。キキやったことないよね。キキない。だよね、うん。
ねねも言うほどボール系得意じゃないけどね。ねねはもうボール系はねちょっと苦手だね。ね。てかそもそもからしてボールに触らないからね。あんまり重りのボールが全然触らない。なんかちっちゃい頃からあんまボール興味なくてね。うん、キキもそんなボールは好きじゃない、好きじゃないっていうか、そんなだよ。ぶつけ合うのは好きだけどね。うん。来た。来た。私の来たか。これなんだろう。七味。七味。いいちょっとバーっと。うわ、美味しそう。先食べていい？うん。うん、うまっ。ねえ、何撮ってんの？え、今日の本当にうまい。ちょっと言ってくれよ、シェフ。シェフ、うん、シェフに、うん、料理さん今日も美味しいですって。うん、なんか恥ずかしい。じゃあ言わなきゃいいじゃん。おっさんのピンの映像ってどうすんの？ちょっと静かにして。今日は一人で昼飯に来ました。結構来る定食屋さんです。相席です。自分のだけ来てません、まだ。おいしそう。まっ。これ何したの？何が？これ？うん、これ野菜炒め。うん。うまい。うん。うん。やめたの。うん。ああ、晴れた。うん。マジで帰った、あの人。